里崎チャンネル。じゃ。こんにちは。結構気になってることがあって、はい、なんすか。佐藤さんのこの動画の総チェック見てると、はい、結構そのピッチャーがフォアボール出すことについて、うんうんうん、厳しめに言うじゃないですか。うん、まあ、でもフォアボールってもちろん出さない方がいいのかなと思うんですけど、うん、でもなんか仕方ないかなっていう面もあるんですよ。うんうんうん、で佐藤さんはなんかフォアボール嫌いなのかなっていう。フォアボール、はい、僕、はい、大嫌いなんです。そうなんですか。いや、フォアボールの一番嫌いなんですよ、僕、はい、打たれることよりも。あ、打たれる。ほ、まあ、大げさに言うと、はい、まあ、場面によりますよ、うん、場面によりますけど、はい、大げさに言うと、うん、ホームランより嫌いなんですよ。ホームラン打たれるよりももう嫌いなんですよ、へフォアボールが、はい、で、なんでかっていうと、うん、まず第一にフォアボールって、はい、まあ、そもそもヒットと一緒じゃないですか。まあそうですね。で、うん、打率って初戦3割が一流でしょ。で、対戦成績、多分これより前に相性のやつが出てると思うんで、うん、じゃあロッテが浅村に打たれても4割でしょ、はい、6回アウトになるんでしょ。フォアボールって100発100中で一塁行くんですよ。まあ、そう、シングルヒット打たれてるのと一緒ですからね。そうなんですよ、はい、でしかもフォアボールって何もわからないんですよ。打たれたら、あ、こうやって打たれるんやとか、うん、あ、こういう打ち方するんやとか、はい、ああしたこうしようとか、次の打席こうしようっていう、うん、打たれた結果によって次どうするかが勉強できるんですよ、打たれたことによってね、うん、でもフォアボールってことが起きないんで、うん、次の打席に向けて何の勉強にもなんないんですよ。ああ、得るものが何もないんですね。全くない中で、うん、勝負どころに来てどうするになるのがきついじゃないですか。はい、だから要はうまくいくも失敗するも、うん、試したいことは打たれなきゃ分かんないんですよ。抑えた打たれるっていうその、まあ、ヒットを、ね、打つだけは打たれるじゃないですけど、うん、アウトになったとしてもヒットになったとしても、はい、打たれないと、打ってくれないと、バットに当ててくれないと、持ってきたことが、やろうとしてることがいいか悪いか分かんないんですよ。もしくは次こうしようとか、あ、これやめようとか、これ続けようとかっていうのも、はい、フォアボールじゃ分かんないんですよ。だからめっちゃ嫌いなんですよ。でも作戦面でのフォアボールっていうのもあるんじゃないですか。もちろんもちろん、だから仕方ないフォアボールありますよ、はい、仕方ないの、うん、仕方ないのは仕方ないです、はい、敬遠もあるし、うん、まあ、ここは一塁空いてるから、はい、フォアボール OK よと、うん、無理に攻めないでね、うん、もう OK です、はい、無駄な、そんな時じゃない、もう先頭とか、はい、もう先頭のフォアボールはもう鬼の夜叉のように怒り散らす、はい、そんな怒るんですか。中継ぎのリリーフの先頭フォアボールなんてもう一瞬で降っていくんですよね。まあ、お前ら何の準備して出てきたよ俺ら、お前なんでお前リリーフが出てきて先頭お前ストレートのフォアボールなんやめてんのか俺らみたいな。そんなマウンドで怒ってるんですか。のベンチでね、帰ってベンチ帰ってる、うん、なんかもう心の中はそうやと思ってますよ。あの座ってここでキャッチャーズボックスで、いや、ピッチャーこれフォアボール出しちゃった時めちゃめちゃ怖いんでしょうね。だ 打たれたことよりも怒られるっす、はい、フォアボールは、うん、僕に。ただじゃあフォアボールを出すな出すなって言ってるじゃない、うん、言うとするじゃないですか、うんうん、そうするとじゃあ、まあ、フォアボール出さないようにしようってピッチャー思うんで、うん、まあ、ストライクゾーンとかに投げてくる率が高いですよね、うんうんうん、まあ、そうですね。そうするとやっぱり打たれやすくなるんじゃないんですか。なんかこうストライクゾーンに来るとね、はい、打たれやすく、それはもう普通はそう思いますよね、はい、そこで問われるのは何か知ってますか、はいはい、何が問われるんですか。やっぱストライクゾーン投げたらやっぱボールゾーンっていうのはやっぱ打たれないですよね、はい、ボールなんですよ、うん、でもストライクゾーンっていうのはストレートとも変化球とも、はい、まあ、打たれる危険性はやっぱありますよね、はい、いくら厳しいところ投げてもストライクゾーンはホームランになる危険性があるんですね、はい、ありますっていうことですよね、はい、回避する方法が球の質を上げる、それはもうピッチャーだ、人のせいですよそれは。そうですね、こんなに言ってんのに、はい、ストライクゾーンって言って打たれて球の質上げろとか、いや、それはやばい、佐川さん、それはやばい、はい、それはいくら僕でもそれはそこまでは、はい、やばい、それもいや頭いかれてる言えないですよね球の質上げろって、はい、じゃないんですよね、回避する方法、うん、それは、はい、こことこれですよ。あ、なるほど、僕の、はい、ストライクゾーンでも打たれないようにするために必死で勉強して努力するわけですよ、はい、だから要はそれを聞き入れやすく、だからそうだって思うじゃん、普通に考えたらもう絶対思うんですよ、はい、さっさんストライク投げたら打たれますよと、はい、そんな簡単にと、うん、甘いところつって、はい、お前初球なんて厳しく投げなくていいや、甘く怖いみたいな感じで言うんで、うん、甘く低くやみたいな、はい、って言うんで、いや、さっさん打たれますってでもそれを浸透させるためには、はい、打たれないやって言って、はい、打たれないようにすることが大事です、ここで、はい、そうすることによって、あ、ストライク投げても打たれないや、うん、さっさの言う通り投げといたら大丈夫なんや、うん、って思わせることによって、はい、それが浸透していくわけですよ。だそこが佐藤さんのリードとか、うん、そ球の頑張りどころですよ。そう、だからそれブロッキングも一緒なんですよ、はい、低め投げろブロッキングプリってやってたらやってたらよ、はい、
さっさん低め投げるって言いますけど投げても止めれないんじゃないですか。止めてくれないし。で 高めじゃない低めの、いやいや低め投げたら止めれないじゃないですかって言われたら、はい、もうそんな俺言えんやん。元も子もないですよね。リードも、はい、ストライク投げろって言ってボンボン打たれたら、さっさストライク投げろって投げたら打たれるじゃないですかって言われたら終わりちゃう、はい、だからそれはもうこっちが頑張ってブロッキングも止めるし、はい、あのストライク来ても打たれないようにするんでね、うんうん、だからその証拠、はい、見せます、はい、今から証拠があるんですか、はい、2005年、だいたい2005年からが僕が、うん、レギュラーとして出始めたんで、はい、だから2005年から2012年まで、うん、で13、14はちょっと怪我も多かったんで、はい、結構あんまり試合出てないんで、だから2005年から12年までのピッチャーの投手陣の成績を見ていきたいと思いますけども、はい、2005年フォアボール284個です。見てください、どれだけ少ないか。283個。あ、本当だ。他のチームだって380、357、467とか。そうです。2位がオリックスで357です、うん、だ要はほぼ100個違います、他のチームで。200個台がロッテだけですね、はい、あとねソードバンクは380個、はい、でオリックス357個、うん、で日本ハムが467個で、西武が377個で、楽天が451個というところで、うん、まあ、全然違う。だってもう日本ハムとかだったら約200個違いますからね。いや、そうですね。フォアボールは、うん、200個ってすごいですよ。だ200本シングルヒット打たれてるんですよ。そう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 、うん、で、はい、じゃあ打たれてますかっていうところで安打のとこ見てください。安打1162安打、はい、別に1万打たれてないのがソフトバンクの1133なんで2位ですね。被安打ってことですよね。被安打、はい、はい、だ要はフォアボールを出さなくても打たれてないんですよ。本当ですね。もっと打たれてるチームいっぱいありますね。そうなんですよ。本当だ。でしかもね、防御率見てください、うん、3.21、 ダントツ1位です。本当だ、すごいね。うん、ダントツですね。だからフォアボールが少なからったって言っても、うん、打たれてないわけじゃないですか、はい、でこれを実績示すことによってストライク投げてもいけるんやっつって投げさすわけですよ、はい、それでこう浸透していくわけですよ、はい、でじゃあ次、はい、2006年フォアボール、はい、313。だからまあ昨年ね200台でしたけどちょっと上がりましたけど、はい、他の球団見てください。ダントツ1位。ダントツですね。一番多いのが437の楽天だ。まあ、でも楽天まだ創設したばっかりなんで、はい、ちょっとそこはねなかなか厳しいっていうところもありますけども、まあダントツ1位でしょ。1位ですね。でじゃあ安打数が、それは1214だから、まあ1位の日本ハムより若干多いかなと。この時まあダルビッシュとかはね、うん、ガチガチでいかんで、で防御率が3.78、まあ、若干上回ったかなっていうところもありますけど、はい、まあ、3位4位ぐらいですね、うんうん、そんなまあめちゃくちゃ多いわけじゃないですか。そうですね。続いて、はい、2007年ロッテのフォアボール数はまた265個。200個台だ。安打数が1318かな。だから4位ですね、はい、で防御率が 3.26 で3位というところで、3位、うん、まあ、そんな言うほど別に悪いわけじゃないですか。悪くなんですよ。フォアボールが少ないからといって、うん、で次、はい、2008年、フォアボールの数が363。だからまあ2位ですね、はい、チーム防御率が 4.14、うん、これちょっと悪いね。じゃあ2008年言い訳していいですか。はい、2008年、はい、序盤、もう肩、はい、肘痛めて、はい、あの登録抹消されてて、はい、でオリンピック行って、うん、中抜けもしてるんで、はい、結構抜けたんですよ。あ、じゃあ抜けた分の増量ってことですね、これは。にしとこうかな言い訳でも事実だから。そうですね、はい、はい、最初だから怪我、もう開幕早々肘痛めて、うん、最初 DH に出たんですけど、はい、一回抹消されて肘が治るまでで治ってオリンピック行ってっていうところもあるんで結構いなかったんですよ。じゃあ事実に基づく分析ってことですね。そうそうそう。で2009年がフォアボール374。あ、もう300台は持つだけですね、うん、で防御率 4.23、はい、ここはね2009年ボビー最終年、はい、だからねいろいろ難しかったそう、中も言い訳ですか。ここはね、はい、もうあとね、うん、20年ぐらいしたら、はい、何が起きたか本出すわ、はい、今言えないんですか。まだ早いね。あ、そうなんですね。まだ早い。20年後楽しみにしておきますね、はい、2010年、はい、462、はい、多いでしょ。多いです。ここも俺背中痛めて途中離脱してるとで、はい、でクライマックスで帰ってきて、はい、活躍っていうところで、はい、うん、ここも結構70試合ちょいぐらいしか出てないから。へえ。あ、じゃあもう半分出てないんですね。そう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 。2011年317。
まだ少なくなってるでしょ。あ、そうですね、2位ですね、うん、この年どこもこれあれだ、統一あの飛ばない球、はい、やったでしょ。ありましたね、低反発球のボール、軒並み防御率いいもん、はい、どこもこれもうね、参考ならへんって。もう本当だ、だって半分のチームが2点台だもん、うん、だって3点4点で最下位、これはもうちょっとね、あの飛ばない球すぎる、はい、だって ロッテの総ホームランとおかわり君の1人のホームランが一緒だもんこれはもうちょっとね、これ以降はね、はい、そんな参考あのなんない、はい、この2年は、はい、まあ、次の年もフォアボールロッテは少ないけどね、で防御率 3.13 だから、はい、まあまあ途中真ん中ぐらい、まあ、だからこう、まあ、見てても、はい、あのそんなフォアボールが少ないからって、うん、ピッチャーの成績が極端に下がるっていうのはないじゃないですか。そうですね、見た限りでは。逆にフォアボールの数が上がって、うん、ピッチャーの成績が下がるっていうことの方が多いから、うん、だから俺はもう嫌いなんだよね、はい、だストライク投げろって言ってやってたから、うん、それはフォアボール出さないよね、怒られるもん、そうですね、俺に、はい、だからね、うんうん、まあ、いやは今、はい、今フォアボールどこが多いんだろうね、今年はちょっと3つだから。ロッテは少ないんだよね。あ、今年ですか。そう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 、セリーグで言うとね、セリーグはフォアボールが今一番少ないのは中日お、でその次が巨人で、やっぱりフォアボールが多い下2つが一番下にいるもんね、広島とヤクルトっていうね、はい、結局セリーグはね、まあ、このフォアボールだけが全てじゃないけど、はい、俺はフォアボールが、まあ、好きじゃないっていうね、うんうん、まあでもそうですよね、フォアボールがあっただけシングルヒットヒットを打たれてるようなもんって考えると、うん、そうそうそう、でパリーグで言うと、うん、フォアボールが一番少ないのは現時点で言うとロッテ、おお、まあ、あの1位ソフトバンクが 3.2 でめっちゃ高いから、はい、あのまあ、他結構団子なんだよね。で一番多いのがソフトバンク、はい、へー、なのに防御率が 3.2 とめっちゃいいっていうね、いい、うん、逆にすごい、まあ、だから勝ってるんでしょうね、うんうん、出しても出しても抑えればいいやんっていうところあるけど、はい、それ並大抵の投手力じゃないと無理だからそうですね、うん、フォアボール少なかったらもっといいよ。そうでしょうね、もっとぶっちぎりで2点台いくよ、1位かもしれないですね、うん、チーム防御率ね、うん、だからもったいないよね、はい、逆に言うとそれだけでこんなに数字が出てるもんね、うん、だそういった面でもやっぱ俺はね、まあ、そもそもフォアボールは嫌いなわけ、はい、でそれを現役時代も実践してきたわけ、はい、でそれによって成績がフォアボール少ないからっていってやっぱりね、そんな劇的に下がることもない、うん、でもフォアボール少ない方が絶対にいい、はい、明らかに。でもそのフォアボールが嫌いっていうその精神が本当に数にめちゃくちゃ現れてるんですね、うん、だって言ってたからね、今始まって言ってることじゃなくてずーっと言ってたから、はい、ロッテの投手陣とかマジビビると思うそれだけだって古谷なんて、はい、あの俺がお前ボールのサイン出さない限り全球ストライク投げろって。いやでも正直それってピッチャーにとっては怖いでしょうけど、うん、怖さをなくしていく技術を、うん、そうそうそう、絶対投げんなお前ボール分かったなってボールのサイン一切出さないっていう。へー、だってどうせ出さなくてもボールになるから。まあそうですね、うん、で変な甘い球来ると、はい、お前ワンボールツーストライクからスライダーのサインが出て真ん中投げろって思うかって言って、ワンボールツーストライクでスライダー出ました、うん、フリアは左、はい、バッター左、うん、そしたらストライクからボールになるスライダーって思わへんかっていう、はい、誰がお前ワンボールツーストライクからはい真ん中にカウント球って投げへんやろって監督見たら分かるやろと、ね、それ考えてもっと投げろと、うん、サイン一つでいちいちストライクからはい、はい、ストライクからボールになるスライダーですよ、はいストライクからストライク、はいボールからボールだ、出さへんやろって一つのサインで全部理解しろっていうのをロッテの投手で全員見てきた。いや佐藤さんと組んだピッチャー怖かっただろうな。教育だから怖いとか違う、教育。いやでも、まあ、怖くてもそれで自分の成績も上がるわけじゃないですか、うん、まあ、だったらまあいいですよね。そうそうそう、うん、まあ、下がるのはねもう本人と責任そこは怖い。いやいや全員は幸せにできないって、まあ、まあそれはそうですね、さすがに、はい、うん、いやでもあれじゃないですか、今もロッテそのフォアボールの数少ない方じゃないですか、うんうん、佐藤さんのイズムが受け継がれてるんじゃないですか。そんなことないと思うよ、もう忘れてると思う。だって俺もすだって俺が入った時にいたの、はい、だ田村星とかそうじゃないですか。うん、まあそうだね、うん、その浸透してないと思うよ、もう6年だもん、忘れてるよ。じゃあたまたまですか。うん、たまたまだと思うでも大事、はい、フォアボール出せないの、はい、だからね、まあ、各チームのね、はい、ピッチャーの皆さん、サザエを信じるもよし、うん、信じないのもよし、うん、一番いいのは、まあ、結果を出すことなんでね、はい、まあ、あと好き嫌いあるんでね、うん、このね、ってか動画、はい、好みじゃないですか、はい、僕はね、フォアボールが嫌いやっていう好みなんです。はい。